この道に着きました。レトロな商店街の日の出食堂、この道を見に来ました。尾道ラーメン来ました。この背脂がね、尾道ラーメン特徴でございます。ハンプのカバン屋さん、ここでこうやって折ってるねんて。お風呂屋さんのカフェ閉まってる。嵐山やだ、線路の上歩けてるじゃん。ここの階段を登っていくよ。この道、寺と海と橋と一望できますね。おやすみカフェ。じゃあね、でここはすぐやった人が。もうちょっとだぞ。ちょうど着くかな。ほら、この道の空気を見ながら頑張れ。千光寺に着きました。ラスト。あ、場所もほら来てる。着いた。塩田守り目出しだるま。あとはね、ちょっとお願い事が叶う意味で、こちらはね、お願い事が叶います。でー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 、いいね。違う猫。え、こっちにも行ったけど寝てる。この坂道えらいことなってるわ。この道ずっと、なんか細い、しなやかですね。ね、ほんとや。古い。なんかいろいろあるけど今日全部閉まってるね。本日休館日。でも多分猫のアートがいっぱいあると思うよ。この石とかも。そうそう、これより猫の細道。よくない、この石ころの猫アート。うん、ね、いっぱいいる。これさっき閉まってたカフェ。かわいいよ、みんな集合してます。あれや、キャッツの世界。あ、キャッツ、猫ちゃん。大きい石。いい細道です。